お疲れ様です。7月28日日曜日です。今夕方のもう6時半回ったところですね。危なかったですね。またサボロー君が、遊びに来て帰らないままでいるのかと思いました。やっぱり朝しておかないとちょっとズルズルになってしまいますということで、腕立てだけでもと思っていつもやり始めます。本当はちょっと足が空いちゃったんで、本当は足メインで行きたいところなんですけど、しんどいんで、まずダンベルプレスやりました。ダンベルベンチですね。片側30キロで、3セットですね。あ、ごめんなさい。一回ちょっと新しいマイク買わせていただきました。スーパーサンクスいただいたっていうのもあって、まあ、えいっと思って、あと会社で三脚ないんで、三脚の方も一緒にポチリと。やりました。皆さんがご視聴していただけてるんで収益ができてるということで、まだ全然ね、振り込むまだまだなんですけど、金額も小さいんですけど、なんとかこれでまたいい、動画作れたらなと思ってますけど、ごめんなさい、今マイク使って1セット目が、18回ですね、で2セット目14回、3セット目12回です。でそのまままた足から逃げて、このリップスですね、これ3セット、20回ずつ終わってます。で、あと懸垂ですね。どうしてもやっぱり自分ね、前ばっかりになっちゃうんで、後ろがね、やっぱバランスしっかり取らないとと思って、ついついやる予定なかったんですけど、やっぱり胸やった後背中やろうかな、それで懸垂だけでもということで、懸垂をやっぱりちょっと胸の後だったんで、ちょっと回数が伸びなくて、1セット目14回、2セット目11回、3セット目10回というところで終わっています。はい。で、一時ね、懸垂って実はね、毎日ね、会社でぶら下がるところを作って、1年以上ね、ほとんど毎日やってました。5分以上、5分ぐらい。まあ、5分あれば3セットぐらいできるんで、それがあって、ようやく1年後に、ちょっと膨らんできたかなというところなんで、やってよかったかなと思います。やっぱりボリューム必要かなと思うんで、まあ、無理せずに、どうかターゲット絞ってやれば、1年ぐらいね、ピッチ見ていただいてやれば成長してくるのかなと思ってます。で、あと、懸垂終わって、あと、ブルガリアスクワット、今、一番メインの足に出たやつですね。これ、2セット終わりました。片側、15キロですね。まあ、両方持って30キロやって、最後、1セットやって、あと、腹筋、どんなメニューやってるんですか？質問いただいたんで、いつも最初にやってるんですけど、今日一番最後に、いつもやってた、最近ちょっとメニューまた変わってきてるんですけど、ずっとやってた、メニュー久しぶりにやって終わろうかなと思います。ということで、久しぶりの海パンです。これ2年ぶりぐらいかと思ったりします。まあ、入ってよかったです。で、じゃあ最後セットですね。ブルガリアンスクワット。おっさんにはちょっと息が苦しくて苦手なんですけど、はい、無理せずちょっと10回で、はい、やっていきます。すごいお尻効きますよね。だから美尻目指して、はい、頑張ります。はい、無理せずに、はい、じゃあこれ足を変えて、はい、10回、これ15回ぐらいやったらちょっと息が持たないんで休憩しますけど、このままいきます。入れます。やっぱどうしてもね、息が浅くなって止まっちゃうんですよね。酸素不足。
で、最後、腹筋ですね。これやって終わろうかなと思います。朝はね、実は、まあ、6時ぐらい起きてしっかり寝れた方かなと思います。で、車の取り合いもあるんで、久しぶりに朝1、温泉、銭湯ですよね。温泉、露天風呂のあるお風呂屋さんで行ってきました。もう今となっては日差し強すぎて、ちょっと逆に日陰で、楽しんでるというか、優雅に休憩してます。それで昼から戻ってきて、うだうだドロドロしてて、現在に至るというところです。また新しい、プレーワークアウトというか、なくなったんで、サイズがなくなったんで、また新しいの、買ったんで、また、こんなやつ買いましたよっていうのを、また見ていただけたらなと思います。マイクをね、ちょっと、これ近くで喋るときってふっとしたら、いいのかもしれません。ただ、ね、あだかでつけるところもなく、ここにつけても、まあ、ちょっと動きもあるんで、どうかなということで、今度ちょっとスマホにつけるガンマイクっていうのを、買ってみました。はい、それでちょっと期待しながら、明日到着です。はい、最後、腹筋、そのまま休憩なしでいつもやってます。それで終わろうかなと思います。やっぱり最初だけね、やるのはやっぱりサボロー君がね、ついつい暑いっていうのもあって、この部屋もうまだ30度超えてますね。ちょっとマイクを場所を、あ、ごめんなさい、もう抜きますね。で、この辺になって、このヨガマット、なかなかフローリングに腹筋するのに最適です。買ってよかったかなと思います。で、部屋の温度がまだ32、4、6度近くありますね。汗だくです。というのもあって、朝、本当にやるべきでした。ということで、Vシートからやっていきます。30回目の今日です。では、いきます。40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、はい、50、終わりですね。このまま、はい、1、2、これも50回です。48、49、
はい、50。はい、次が4種目目です。滑りますね。はい、最後バイスクルクランチです。よし、40組50。はい、1、2、3、4、5、7、8、9、10。はい、終わりです。こんな腹筋をね、あのフィットに、あの曜日にかかわらず毎日やってました。最近ちょっとね、吐いてたりするんですけど、ほぼほぼ毎日ね、1年とか2年やってたおかげで、そんなに脂肪落ちてないんですけど、なんとなく薄い形が見えるようになっています。ということで、これもやっぱりあの結局は継続なのかな、ボリュームなのかなと思ったりはします。ということで、はい、汗だくです。もう部屋の中ボトボトです。しっかり拭き上げて、あのシャワー浴びに行こうかなと思います。はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。また明日頑張りたいと思います。お疲れ様です。